どうも井上までございます。ノーミルク佐藤です。ミルアカ今日もよろしくお願いいたします。今日はこちらです。どん月曜恒例順位表動画。いやー激しいいろんな戦いがねこうありましたけれども、そうですね週末ねごめんなさい後半じゃない、そうね、はい、まあちょっと今節でもってだいぶ上位結構こう決まりつつあるかなぐらいのことが起こってきたかと思いますけど、まあまあそんなことが一体何起こったのかも含めて、うん、まあ今日もね、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。一番わかりやすいですからね。はい、というわけで見るわか毎日やっております。ぜひチャンネル登録まだの方お願いしますと。はい、お願いします。はい、ってことで J3 に行きたいとか、その前にまずこちらから行きましょうと、はい、あ、そうなんでございますね。はい、こちら9月8日、ミルアカ投稿つかドリームシアターチケット発売中、詳しく概要から、概要欄からということで。お願いします。ゲストの木崎慎也さんね、5本も出してますし、そしてね、昔の J リーグも世界も見てらっしゃるということで、うん、その話も、ね、日本代表の話も、裏話も、ね、ポロッと。ミルアカ外秘なことをね、やっていきたいと思いますので。ありがとうございます。木崎さん、よろしくお願いします。はい、待ってますよ。ということで、うん、はい、改めて J3 からいきたいと思います。はい、こちらでございます。ドーン、はい、こちらでございます。表の見方的には、左側にね、今日の試合結果が書いておりまして、はい、右側には順位表がバーって並んでますよというところでございますと。はい、まあ、大きかったのが正直藤枝いわきですね、と。うん、いや、きついね。ただこれはちょっと正直藤枝かわいそうだったなってのが佐藤的な見方ではありますよと。なぜ皆さん、はい、忘れないでいただきたいのが、藤枝、はい、ちゃんと試合したの1ヶ月ぶりです。ああ、そっか。日程の都合上とかですね。台風とかもいろいろありましたけど、うん、ちょっとやっぱり公式戦慣れの影響っていうのが、うん、あからさまに出てたっていうのがどうしてもあってしまったので、ここで当たってしまったのがちょっとね、ってのはありましたね。うん、そうか、そうか、そうか。うん。なるほどね。とはいいですけど、うん、毎週言ってますが、いわきこれで勝ち点的にも1位なんですが、はい。特質のプラマイ34。うわー、すごい点取ってるなー。今節も藤枝相手に3点ですからね。そうでしたね。ちょっととんでもなかったなっていうのがありました。すげえ、すげえや。そしてもう一個、これはというのが一番下ですね。うん、はい。鹿児島今治。うん。乱打戦34今治の勝ち。ね、今治がこれで順位を上げてきましたもんね。はい。しかもね、3対4で勝って、インディオ選手のハットトリックがおそらくはね、うん、いろんなところで取り上げられてるんじゃないかと思いますけど、うん、佐藤的に気になったのは中川和樹選手の号泣。試合終わった後に。そうだ。今週ね、スタッフさん含めてですけど、うん、約20名、うん、コロナ感染で試合できないかもしれないっていうところだった。それで敵地に、うん、乗り込んでって、なんと勝ち。なるほど。これはね、みんなのこと思ってってのもあったみたいで、やっぱりね。ちょっと勝ち点3以上の勢いがついたかも、わからない。そうですね。そして、順位的にも首位グループを捉えつつあるという、ね、うわー、すごいな。今治10戦負けなしってところで来てますからね。これはすごいことが起こっているなと。はい。まあちょっと得失点面で考えると最終並んだらちょっといわきが優勢っていうのが全体的に言うとあるので。そうですね。これちょっと、うん、追いつかないですね。いわきはもし昇格もし逃すんであれば、いわゆる J2 ライセンスの交付がもしなされなかった時ぐらいかもしれないっていう。まあ、9月か10月発表なんで、ちょっとそこら辺はね、まだわかりませんけど。うん、ちょっとね、もう取れるもんとして考えましょう、見るわけだよね。そうですね。はい。はいうんはい、他には逆にね、鳥取対富山で鳥取が勝ったりだとかね。うん、まあ、番狂わせっていうのもあれですけど。鳥取調子良かったな、今節。そうなんですよね。バカスカーありましたね、はい。ありましたからね。うん、まあ、こんな感じに、今のね、順位表はなっております。はい。あと、うん、あと、J3 の皆さん向けにもってところで言うと、今ね、はい、見るわけで毎年出してる台所事情シリーズっていうのがあるんですけども、はい現在この動画出る頃だと札幌から始まって今東北地方、それこそ次福島とかいわきとかそこら辺まで来ておりますので、なんかまでなんかしてね、琉球まで行こうと思いますから、また今年も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい。じゃ続いて J2 に行きたいと思います。こちらでございます。ドン。まあ、表の見方は変わりません。左側に試合結果でございますと。これでちょっと見てもらいたいんですよ。まあさんも、皆さんも。上にずっと最近書いてますけど、はい。逆転可能な勝ち点ってのは、うん、残り試合数とイコールだよっていうデータがまああるんですよね。はいはいはい、はい。すると、うん、J2 はまあまだ2点まばらのとこもありますけど、まあ大体残り9か10なんですよね。うん、すると、なんと2位新潟と3位仙台が、うん、66、65。10開きました。なるほど。なんで統計学的に言うと、まあ、追いつくのはかなり難しいと。そうですね。でも、あれの話すると、はい、岡山と、山形っていう、延期分の試合があるんですが、うん、それで岡山が勝った場合、仙台を超えて57になるんですよね、勝ち点が。そうすると、そこで残り9試合でみんな上の方並ぶので、うん、岡山のみ、
まあ、ギリギリ可能性が残るかなですね。山形戦勝った時も。まあでもそんなね、統計学は覆すためにあるわけですから。そうなんですよ、ね。ただ、その戦は濃くなってきたぞという先生のね。そういうことですね。の見立て。でもこれはもうね、結構、ね、そういう感じで言ってますからね、統計学。そうなんですね。はいはいはい。特にやっぱり横浜 FC さんなんて逆に後半上げてくることでおなじみのチームでもあったりするので、これはもしかするとってところはあるかもしれませんが、まだわかりません。なるほど、なるほど。はい。でも、わかんないってのはまたあれなのが、うん、それこその、仙台、岡山まではあれだとしても、はい、5位の熊本からですよね。熊本。5位熊本から、うん、まあ、右側14位のベルディまでですかね。うん、まあ、ほぼ勝ち点1差みたいなところで、ポン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 ずっとやっぱ連なって10チームぐらいありますから、うん、まあ、ここはまだまだ逆転というかね、日程まだ揃ってないのもあるので、まだまだズレというか、そうですね、プレイオフ争いはすごく、熱を帯びてるかなというのが、うんあり、ね、ゴールも劇的な勝利もありましたね、今節はね、各所で、ね。そうですね。ね徳島、山口の。徳島だね、やっぱりね。ほぼブザービーターみたいなもんですからね。ねえ、あと甲府と金沢でした、ね、あ、そうだね。激戦でしたね。激戦でしたね。めちゃくちゃすごかった。そうだね。ねあとはミルトとプレビューでも触れましたけど、やっぱり仙台、千葉のところで、はい、やっぱり千葉は。そうですね、千葉。で仙台あたり全勝継続という。はいはいはい。なんですかね。すごいね。なんて、まあいろんなことがありましたと。まあ、ね、残念ながら延期になっちゃったところもありましたけどね。そうですね。うんうん、で、まあ上の方は上の方なんですけど、はい、じゃ残留争いはまたちょっとずつコントというか。視点で言うと31から29ってことですね。そこら辺ですね。はいはいはい、ただちょっと、いわゆる琉球とかただ詰めてきたっていうところで、もしかしたら栃木ぐらいまで飲み込まれる可能性はまあなくはないってところまでは、ね、そうなんですよね。なんでここら辺もまあ最終的にどこが抜け出すかって。ベルディぐらい41とっちゃってたらもう安心なのここは。ここは大丈夫かなって感じですね。そうか、じゃあ次の節でそうなりたいですよね。そうなんですよね。栃木が来た。っていう残留争いの皆さんのためにも、ちょっと私、今週こんな動画出しますので、皆さんこちらご覧ください。はい、と。データ検証、残留争いの法則。なんだと？ブーストの発生、どんな時に起こるのか。なあ。すごいですね。こんな動画ちょっと作ってみましたので。ああ、分かりました。まあ、一体どんなことがね、この終盤戦なんかあるのかとかちょっと見ていただければなと思います。なるほどね。これ興味ありますよ。ぜひお楽しみに。よろしくお願いします。楽しみにしてますけど。はい。お願いします。いつもありがとう。そして、ここまで J32 でやってまいりましたので、最後 J2 見ていただきましょう。はい、ラストこちらでございます。ドン、はい。こちら。はい。いや、G1 はやばいですね、まさ皆さん。やばい。今節は、まあ、わかりやすく、セレッソ、広島、川崎、鹿島のところで、それぞれ、広島と川崎が勝ったので、まあ、上位対決ですよね、制したので、まあ、マリノスに大接近しましたね。そうですよ。ね、広島、川崎がと。いやー、試合数のばらつきもありますけれども、広島が上がってきちゃったね、これね。すごいね。すごいね。川崎、鹿島のね、直接対決もありましたし、ここ柏も激戦。そうなんです、ね、柏、東京なんてこれだけで一本動画作れますもんね。いや、本当ですよね。すごすぎたわ。すごかったなぁ。はい、そんなこともありましたよと。ガンバがね、それで勝ちましたっていうのもありましたし。そうね。すいません。武蔵選手の2点目を入れ忘れてたので、ちょっと付け加えましたよ。あ、ちょっと怒られますよ。大変失礼いたしました。ございました。ただ、こちらもちょっとまず冷静に考えていこうってので言うと、マリノス、広島、川崎の3チームが、まあ、勝ち点維持され、まあ、連なってるんだけど、はいはいはい、試合数で言うと、そうなんですよ。川崎とちょっとマリノスが抜けれるんですよね、上にね。ギュンと。抜けれる。はい。3試合ずつ多いのが川崎とマリノスなので、その分、まあ川崎、マリノスも全部勝つで考えたら、ね、いや、油断できないな、なるほどな。これ、マリノスからしたらちょっと難しくて、はい、はい、はいはい。これちょっとね、マリノスサポの皆さんご存知だと思うんですけど、はい、マサ、マリノス実は8月全敗だったんですよ。まあ、そうなのか。ACL とか含め。なるほど。だもしか、だかここから先一個でも落としたら、なるほどな、まくられるんですよね。それか、僕はマリノスサポのある方とね、見てたんですよ、この日の。はい。5、6試合同時に。全部気にしてましたもん。そりゃそうだよ、ね。いやいや、マリノスもっとね、もう結構余裕あるんじゃないのぐらいの気持ちで、ね、じゃ全然、あれなんだね。まず、まあ、川崎、鹿島がプライオリティ高く見てましたけど、他の全部、あっちも入った、あっちも入った、あ、どうしよう、入ってば。ね、面白い終盤になってまいりましたもんね。なってまいりましたね。第4コーナー回ってね、各馬。ね。そうなのよ。一馬身。
ぐらいですよ、これ。そうなのよ。はい、はい。で、あ、ちょっと残留争いの話もしたいんですが、ちょっと今週の中盤から後半で、僕実はこの順位表動画、サムネイルっていうね、この画像があるんですけど、はいはいはい。今日はこの上位加速ってしましたよ。うん。実はね、最後の最後まで迷ったことがあって、はい。ちょっと見てもらって、なんでこれは別動画で作ります。はい。はい、4位問題。ちょっと、四字熟語にこだわっても、なんか中国の方にも見ていただきたいっていうのありますしね、これね。まあ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 。ほう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 。4位問題、確かに興味がある。これね、ちょっとまた別動画にした方がいいから、ここであえて話さないですけど、今年 J14 位になると、冬の遺跡大変なことになります。今年 J14 位になると、冬の遺跡が大変になる。なんでだ、はい、?ACL か。あ、正解。なんで、3位は大変なんないの？3位よりも4位がちょっと大変なことになっちゃう。で、これが10分ぐらいちょっとかけて喋ったら分かんないので、別動画で話します。勘の言い方はあれ？あのこと？みたいな思ってるのかな、今ね。そうです。僕がちょっと全部もうすでにまとめてありますので、またちょっと別動画で話したいなと思います。そしてあと右が残留争いのところですが、まあ神戸がね、ACL 明けのところでまだ今週も試合なかったのと、はい、まあジュビロも同じようにそのね、対戦相手、マリノスの相手だったりも、はいはいはい。なかったですが、その間にガンバがもう上がってきたよと。うんうん、ガンバ別動画でね、前節広島で負けちゃったけれども、その時にいいところがあったんだよってビール明かり動画上げましたけど、うん、はい。まさにそんな、そこで解説させていただいた方と同じようなゴールが一個生まれたりもしてますので。なるほど。ガンバも上がってくると思いますからね。そっか。さあ、どうなりますかですよ、ここから。いや、終盤戦すごいな。ね。うん。そして、ちょうど我々これ収録してるのが、はいはい、8月29日の0時過ぎたところでやってるんですけど、はいはい、つい先日、湘南から移籍したばかりのコルトレイクに。はいはい、田中聡選手が今、コルトレイクで今出ました。嘘でしょ？もう出たよ。さっきヤベッチスタジアムで空港で行ってきますっていうとこやってたよ。だから空港で、あれが終わった直後くらいのところで、ピッチに出ちゃいました。ユニフォーム。後半から。空港でユニフォーム着替えたのかな、もう。すごいですね。すごいですね。ベルギーといえばね、綾瀬選手も、点取ったね。初ゴール決めましたしね。ねえ、初心とトレーデン相変わらずのツート。バカバカの選手点取ったね。そうだ、PK ね。すごいね。あ、PK だったの？全治6週間って言うと林大地が2週間で戻ってくるとかね。すごい。意味がわからない。すごいな。あと、スコットランドでは古橋京子ハットトリックとかね。いや、マジっすか。やばい。すごいな。9対0かなんかで終わりましたからね。わ、旗手も大前もアシスタント、ハイバーニアンですか、相手。相手ね、ダンディユナイテッド。そうか。ちょっと、当てずっぽで言っても大体ね、僕、ね、そっか。いろんなことあるね。すごいわ。面白いですね。はい。ということで。見切れない。今夜はね、皆さんもう結果してますけど、こうだってモナコと、パリ・サンジェルマンこれからやるっていうじゃないですか。これからそうなんだよね。そうなのよ。どうなった？あっと、そうだった？竹の、レアル・ソシエダもね、竹の動き、おとりになる動き、すごい良かったですから。あ、ですか。ちょっと見てほしいんだよね。相変わらずダビとシルバと間違うんだよね、たまにね。似てるよ、動きがね。金髪かね、スキンヘッドにしぐんないから、ダビッド・シルバーね。もしくは、竹。ね、確かにね。まあまあ、皆さんまたこういう話は、サブアカの方で、ちょっと我々して、昼から出しますので、ぜひよろしくお願いします。はい。というわけで、お送りしてまいりました。ということで、ミルワーク朝晩出しております。今日なんかチラチラごめんなさい。なんか、いいねでね。おかしいんだよね。出ちゃうんでね。はい。ということでございまして、朝晩出してるミルワーク、昼休みには休み時間ラジオもやっております。先ほどのライブ、9月8日、そしてメンバーシップコンテンツございますので、ぜひ、チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。井上真理でした。ノーミルク佐藤でした。じゃあねー。また。今週も楽しみましょう。